おーい、そこのお嬢さん、いい品があるよ。私は豪徳寺ミケ、山で商いをやっている招き猫だよ。どの商品もとってもお買い得、限界まで勉強した出血大サービス、娼婦断裁娼婦。そりゃ私だって最初は大変だったよ。それでも雨はいつか必ず上がるよ。雨降らずして虹はなし。ほら、この中に欲しいものはある？これなんかお友達はもうみんな持っているよ。保護者さんに頼んで。ん？白霊神社に来てほしい？ああ、そういうこと。私はお金かお客を招くともう片方を遠ざけちゃうのよ。それでいいなら行くけど。